森田常とも4月9日から1933年4月8日は大正から昭和にかけての洋画家。博物学者で国立民族学博物館名誉教授の森田久志のは孫。埼玉県旗原郡久保島村に生まれる。小山翔太郎の不動者に学び、1902年東京美術学校入学。在学中。 青木茂や坂本半次郎らと親しく交わり、また新設の太平洋画界研究所にも通った。1906年に東京美術学校西洋画専科を卒業。1907年、山本かなえ、石井白帝らと美術師、法寸を創刊。同年、第一回文展に古版を出品し優選。また投するまでの間、たびたび、 太平洋画家店にも制作を発表した。翌年にパンの会の同入となる。1914年、ヨーロッパに渡り、セザンヌの影響を受ける。翌年帰国して2カ会会員。1916年、日本美術院洋画部の同入となったが、翌年両会とも脱会し、1922年、春洋会を設立。ヨーロッパで得たリアリズムを基本に、 西洋画の写生を水墨画の上に生かし、自ら平野人と交うし、関東平野の利根川沿いの自然を写生し、感性な生活の中に心の澄んだ素直な作品を描いた。南画の伝統を近代絵画にみえらせた画家の一人、ありがとうございます。